パピエルマルク、またはパピーアマルクとはドイツ帝国の紙幣である。1914年の第一次世界大戦勃発を受けてマルクの金本位制が停止された時点以降のドイツ帝国の通貨である。特にドイツ帝国がベルサイユ条約の戦時賠償金を支払うため紙幣を大増殺したことにより1922年、 および1923年に発生したハイパーインフレーションの間に発行された銀行券に対して使われる。レンテンマルクとの交換に伴い処分されるパピエルマルク紙幣1914年以降、マルクの価値は低下していった。インフレ率は第一次世界大戦の終戦後から上昇し、1922年から1923年の ハイパーインフレの間、その価値が急激に暴落した。情報学紙幣が、ライヒスバンク及び他の機関によって発行された。効果はこの機関中蔵されず、紙幣のみが発行されたため、これらの紙幣は、パピエルマルクと呼ばれた。インフレーション率は、1923年10月に最高となり、1923年11月に、レンテンマルクの創設が報じられると通貨は、 安定した。実際に、レンテンマルクが発行されるようになるのは1924年で、あるが、発行が始まると、パピエルマルクとは一兆パピエルマルクイコール1、レンテンマルクの率で交換された。1924年8月には、レンテンマルクに加えて、ライヒスマルクが登場している。パピエルマルクには、政府から発行されたものに加え、地方政府などからも、 代用通貨及び紙幣の形で緊急発行されたものがある。それらはクリークスゲルト及びノートゲルトとして知られる。ありがとうございます。